皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのシャーです。今回はこちらのテーマについてやっていきたいと思います。僕が、練習の時に、考えていること、意識していることについて、紹介したいと思います。このプレイの動画自体はもうすでに出ているものなんですけれども、そちらについてちょっと自分のこういうことを考えてやってますっていうのを紹介しようかなと思います。まずはその練習動画の方をご覧ください。動画はいかがでしたでしょうか。練習をやってる頻度にもよるんですけれども、自分自身やっぱりそんなに練習ができてない状況っていうのはあるんですけれども、基本的にですね、基本的には、一つのテーマ、基本的に、判断を要する練習ですね。例えば動画の中にあったようにボールがこう出るか出ないかだったり、つっつきがどこに来るかとか、レシーブですね、レシーブがどこに来るかっていうような、練習を、大きな意識として一つやっています。この判断、何かを判断してそれを打つっていう練習自体はやっぱり、面白いっていうもんでもないし、なんかこうやったなっていう感じが少し少ないんですけれども、やっぱり試合だとどこにどんなボールが来るかわからないので、まさにこの判断を要する練習っていうのは試合のための練習だと言えると思います。その練習の動画の中では出るか出ないかっていう、長短の、一つの要素しかやってなかったり、どのコースに来るかっていうその左右の要素一つだったりするんですけれども、それを長短とかコースとか回転とかっていうふうにいろいろ混ぜていくと、より試合に近い練習になってくるので、ぜひその練習ではうまくいくんだけれども試合ではちょっとダメだな、なんか試合でうまく力を発揮できないなっていう方に役立つ動画だと思います。参考になれば幸いです。